はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回はテートメイクザンをバブキット大日本帝国海軍プレイ駆逐艦縛り続きをやっていきたいと思います。まずサクッとですね、アリューシャン、ここを取ってしまって、戦力をねニューギニア方面に集中させていきたいと思います。アリューシャンにはアメリカ軍の第12艦隊入っています。空母ヨークタウン、他従順駆逐艦等が入っていますので、これをね確実に潰しておきたいと思います。ではまずここの攻略から始めていきましょう。はい、投入する艦隊ですが、まず第2艦隊、これ駆逐艦島風型ですね。そして第8艦隊も島風型で、第14艦隊は揚陸艦を5隻入れています。この揚陸艦でね、敵のアリューシャの基地を攻略していこうという作戦になります。では敵の艦隊を飛行場の近くで発見しています。すでに揚陸艦を引き連れている第14艦隊が敵の基地近くまでやってきているので、敵のね艦隊の攻撃をかわしながら揚陸艦を先に上陸させていきたいというふうに思います。さあ、敵の空母ヨークタウンを発見してます。ここはなんとかねヨークタウンを仕留めておきたい。逃げられるぐらいだったらヨークタウンを仕留めましょう。さあ、では敵のねヨークタウンに遅れて味方の艦隊が到着してますので、ここからヨークタウンを付け狙っていきましょう。よし、ヨークタウンを撃沈。残りの敵の艦隊もね撃滅していきます。一方、揚陸艦の方は上陸が始まってますかね。はい、敵の飛行場アリューシャンを攻略しています。損害状況を確認していきましょう。味方第14艦隊、これはね、敵空母ヨークタウンと交戦した艦隊ですが、ここから駆逐艦がだいぶロストしてますね。第8艦隊は無傷です。では続いてニューギニア方面にね転戦をしていきたいと思います。でこれまでこのアリューシャン沖のね敵艦隊のために備えていた小笠原からはね艦隊を引き上げることができますので、小笠原にいる艦隊、これもですねニューギニア方面に振り向けていきたいと思います。ではラバウルの攻略戦始めていきたいと思います。アリューシャンを攻撃した艦隊と、あと小笠原に駐留していた艦隊、これはねアリューシャンを抑えるための艦隊でしたが、これらの艦隊をトラックに集めて再編を行いました。今回投入する艦隊は第1、第2、さらに第3艦隊ですね。ご覧の艦隊をラバウルに投入して、ラバウルの占領戦を行っていきたいというふうに思います。ではラバウルのスパイレベル上げたので、ラバウルの状況を確認していきましょう。まずラバウル3つの飛行場ありますね。ここにさらに敵の艦隊としてイギリス軍の第11艦隊、空母が4隻の艦隊入っているので、事実上飛行場が、ね、4つあるようなイメージだと思います。なのでこれに合わせて、少し揚陸艦の数を増やして戦いに挑んでいきたいと思います。ではラバウルの方に突入を行っていきましょう。投入する艦隊、まず第1艦隊、ここには揚陸艦を4隻、第2艦隊、ここにも揚陸艦を4隻、そして第3艦隊は揚陸艦をね1隻増やして5隻ということで、全部で13隻の揚陸艦陸戦隊を持ってラバウルの飛行場3つの制圧を行っていきたいと思います。一方敵の方は艦隊が1個増えて第15艦隊も増えてますね。第11艦隊、これが空母が4隻、第15艦隊は空母が2隻、このラバール防衛のためにイギリス軍も艦隊をね増援したという形だと思います。ここはね総力戦として、勝負を決しに行きたいというふうに思います。まず作戦としてはですね、画面の第2第3飛行場、これを夜のうちに撃破して、第1飛行場の方に攻撃を殺到させていくというのを考えています。では各艦隊、配備を行っていきます。まずはね、全艦隊で敵の飛行場に向かっていきましょう。マップの一番左に配置したこの艦隊ですね、
ここだけ、ちょっと迂回をさせて、敵の第一飛行場の方にね、突入を行っていきたいと思います。で、残りはご説明した通りですね。敵の飛行場に向けて、夜のうちに攻略を完了させられることができたらいいかなというふうに思います。まあ、残念ながら艦隊に余裕は全くない状態なので、できればね、ここは駆逐艦を少しでも失わずに勝負できたらいいかなというふうには思っています。で、敵の飛行場近くで艦隊を発見、これを潰していきましょう。第2艦隊ですね、まあ、何としても揚陸艦を守りたいので、第1艦隊はまだこのまま敵の飛行場に向かって揚陸艦をね、護衛してもらいましょうか。まだね、敵のもう一つの飛行場の方の近くに艦隊がいる可能性がありますので、護衛として残しておく必要があると思いますので、今発見済みの艦隊に関しては味方の第2艦隊で、攻撃を仕掛けていきたいと思います。空母を発見。敵が団子になってそうな感じがあるので、この隙に空母にどんどんこう魚雷を当てていきましょう。なかなかないチャンスですよね。こんだけ敵が団子になってまともな艦隊運動が取れてなさそうな状況というのもね、レアな状況だと思うので、この状況を生かして当てていきましょう。敵の空母に向けて魚雷を撃ちまくってる、そういうシーンですね。敵の空母を撃沈。あとはこの後後続でやってくる揚陸艦がね、敵の攻撃にさらされないように残りの残存艦隊も魚雷で沈めていきましょう。よし、味方の第2艦隊はね、敵の空母2隻を含む艦隊を完全に壊滅させましたので、第1艦隊と合流して揚陸艦の護衛を行っていきたいと思います。では第2艦隊からですね、全ての陸戦って出ましたので、撤退をさせていきつつ、第1艦隊の方はこの後ですね、攻撃の方に入っていきたいと思います。さらに第1艦隊からもね、陸戦艇を夜のうちに出したいんですが、ちょっと夜が明けてきてしまいそうかなっていうね、危険な時間帯に差し掛かってきてはいます。さあ、敵の艦隊を発見してます。これは味方の第3艦隊ですね。揚陸艦は一旦退避させましょう。で、揚陸艦を切り離して残りの駆逐艦で敵の攻撃に当たります。心配なのがね、この艦隊だけ揚陸艦を1隻増やした分、駆逐艦の数が減っているというところですかね。ちょっと心配ではあります。火力がその分落ちますからね、確実にね。では2つ目の飛行場に対しては陸戦隊を出します。しばらくの間艦隊戦に集中していきましょう。魚雷は5連装5機なので、あんまり魚雷のね、まあ弾がなくなるっていうね、枯渇するっていうのは気にせずにですね、攻撃が仕掛けられるので、もう魚雷はどん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 撃っていきましょう。強力な5連装5機魚雷持ってるんで、とにかく撃って撃って撃ちまくって魚雷を当てていくっていうね、そういう戦い方になります。さあ、魚雷を撃っていきます。当たってくれよこの魚雷。まあ、イギリスのね、その空母は割と日本とかに比べれば当然ということになるんでしょうけど、装甲がね、しっかりしているというイメージはあるんで、魚雷をね、数当てていく必要があるかなとは思ってます。さあ、敵は撤退行動に入っている。逃げられる前に魚雷を当てたい、沈めたい。
まあ、オーストラリアまでね撤退されるとその分回復されますからね。オーストラリアにはドックがあるんで。では敵の艦隊は撤退したと思いますので、残りは次の日を待ちましょうか。雨が降ってるうちにちょっと全軍敵の飛行場の航空機のレンジ外に逃げましょう。敵の2つ目の飛行場の破壊も完了してます。では夜になりましたので、残りのね、画面の中央に映している飛行場、ここに対して陸戦艇揚陸艦5隻から出していきましょう。これで完了してくれればいいんですけどね。占領できそうです。はい、これでラバウルの占領が完了しています。これによってトラックとあとはマーシャル、パラオかな、これらの飛行場あるいは艦隊戦力をオーストラリア方面に、ね、集中させることができますので、また一歩前進できたかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、オーストラリア攻略戦を行っていきたいと思います。